アタゴ山横穴母群は、日本の宮城県仙台市大白区にある、古墳時代の多数の横穴墓で、アタゴ山の中原に作られた。今も、横穴として口を開いているものもあるが、途中から発掘されたもの、調査されないまま破壊されたものもあり、総数は不明である。そのうちの一つは、赤い顔料で原質を彩った、装飾墓であった。アタゴ山は、 仙台平野の西の丘陵から平野に突き出る低い山で広瀬川沿いにある。東西に長い山の北斜面と南斜面東側に多数の横穴墓があり、これをあたご山横穴墓群という。大久保谷地を挟んで南側の大都寺山にも横穴があり、それは大都寺山横穴墓群という。大都寺山には他にも三沢横穴墓群、茂崎横穴墓群があり。 広瀬下藩の胸前寺横穴母群も合わせて、高山横穴母群と総称している。横穴が作られたのは7世紀後半から8世紀初めと見られる。その頃、道の区国の国府が置かれた郡山遺跡は約2キロメートル南東にあり、この国府や周辺の集落に住んだ人々が作ったのではないかと考えられている。1938年には、 大う寺山の北側とあたご山の南北に合わせて34個が見つかっており、加えてに3年のうちに破壊されたものも10以上あったと伝えられる。フズであたご山の北に3、東に3、東南に20、他の種類の穴、または破壊された穴が急見て取れる。この調査で報告された横穴の位置は今ではわからなくなっているが、宅地造成や 道路改策によって破壊され、数や位置が不明のまま失われた横穴が多いことは、わかる。1973年以降に調査がなされたのは、南斜面の穴で、今までに28基が確認されている。別に、南東斜面そばに赤い壁画がある横穴が一つだけ見つかっている。北側の発掘調査はなされていない。穴は、 斜面の中原に作られ、幅1メートルほどの沿道から入り、やや狭く作られた原門を通って原室に至る。原門がない横穴もある。沿道の長さは不明である。原室は方形か台形で、隅が丸くなったものもあり、ほとんどの横穴は一辺が1から3メートルの範囲に収まる。一つだけ床面の半分に石を敷いた穴が見つかっている。 外して依存状態が悪いので、副葬品の全貌はわからないが、これまでに鉄の刀、鉄の矢尻、末木、弾き、ガラス玉が見つかっている。開口している横穴に近いところに、途中に渦漏れて、装飾横穴古墳がある。沿道は長さ2.5メートル、その仮面の幅は1.15メートル。は、ほぼ正方形で、壁の幅は入り口から見て、 手前が1.8メートル、奥が1.9メートル、右が1.8メートル、左が1.65メートル、高さは1.4メートルくらいと思われ、家型かドーム状である。原門の前に石を積み上げて閉塞したらしい。扉があったのかもしれないが、残っていない。こうした穴の作りは、他の横穴と違いはない。原室の奥の壁に赤い顔料で装飾がある。 円や丸二十字の文様が多数描かれていたが、その配置はバラバラである。服装品としては、弾きの月一、通す一、人骨五体分が見つかり、他に、不明の鉄製品、末期、弾きのかけらも見つかった。この装飾横穴は、七世紀中頃加工半のものとされる。壁画があることから、横穴を作った人々の中でも有力な人物が、 葬られたのではないかという推定がある。あた山に横穴が外交していることは古くから地元で知られており、1912年発行の地図には北側のものがエゾ穴として記入されている。1936年3月から道路改札のため山を削った時、多数の横穴とその中から人骨、自家刀、末液が発見されたが皆散逸したという。 アタゴ山の横穴を初めて調査したのは、清水あずま史郎で、1937年の調査で、南東斜面と北斜面に合わせて34の横穴があることを報告した。後に、伊藤信夫をも一つの穴を実測した。開港している横穴は、第二次世界大戦中に防空壕として使われ、その後は民家の物置にされたりした。戦後、 仙台市街の拡張に伴い宅地造成で破壊されたものもあった。あたご大橋を架ける際、この橋に取り付く道路が山の葉を削ることになり、仙台市が調査に乗り出した。1973年に南斜面に10カ所の横穴を確認し、そのうち9カ所を発掘調査した。この時は末期1個と人骨が出た。1976年4月21日、 山の南東斜面付近で道路工事をしていると突然穴が開き中から人骨が見つかった。通報されて現場を調べた仙台女神警察署は個人骨ではないかとして仙台市教育委員会に連絡し緊急発掘が行われた。これが装飾横穴古墳であたご山横穴の中でも最も重要なものである。 原質の壁画は重要なものと考えられたが、当時は保存の余裕がなく、調査後に埋め戻した。現在のファミリーレストランビッグボーイ仙台アタゴ店の横である。1991年の9月と10月に住宅建設前の発掘調査が行われた。この時18基の横穴が地下から発見され、そのうちの15基が調査された。発掘以前に、 部分的に破壊されていったものが多かったが、自家刀とガラス玉など、若干の異物が見つかった。ありがとうございます。